出ました出ました、ありました、ありました。この位置いいですね。なかなか売れてなかったらここの位置に来ない。時は出版不況時代、3万部でベストセラーと言われるビジネス書業界に期待の一冊が登場した。不備でも年収1億円、元大手企業サラリーマンが書いたビジネス書。2012年10月発売、2ヶ月で10万部を突破。さらなる高みを目指し、今なおセールスを伸ばし続けている。やっぱね、首でも年収って、首っていうのがね、時代とシンクロしてんだと思うんですよ。あれが仮に副業でも年収1億円だったら、誰も見向きもしないと思うんですよね。今の時代って本当に不況だし、みんなクビなんじゃないかっていう潜在的な恐怖があると思うんですよ。それを言葉にして、クビでも年収1億円、クビでもっていうところがやっぱ時代に突き刺さってんだと思うんですよね。原田翔太28歳、この本のプロデューサーの一人だ。まあ出版っていう古くて寝ぼけた業界があるわけですよ。出版社どんどん潰れてるんだけども、まあ、その古くて寝ぼけて衰退しかけてる業界に一回パンチをぶち込んでやろうぜっていうことをこれからやっていこうと思ってます。2012年6月、出版業界への強い思いと10年間で累計1000万部を生んだ驚異のカリスマ編集者長倉健太をパートナーに、全く新しい革命の出版社イデアパブリッシングを設立。第1作目でその名に恥じぬ結果を出した。しかし彼がプロデュースするのは本に限ったことではない。まあ、今回は本ですよね。児玉さんの本っていうので結果が出せたんですけども、根本的にはね、ものづくりとかことづくりっていうのは全部一緒だと思うんです。普遍的な部分っていうのがあるんですよ、ことやものを人に届けるっていうのは。だから一見全然違うことやってるように見えるけども、全部つながってる。だから本の世界でも結果が出せたんだと思いますよね。原田はインターネットマーケティングの専門家として、これまで老舗企業、出版社、名だたる企業の顧問コンサルティングを務め、古くて寝ぼけた業界に新陳代謝を起こす業界変革コンサルタントとして数々の実績を上げてきた。僕はやっぱり変革をもたらすコンサルタントですから、そういう人を変化したい、変わりたい、変えたいっていう気持ちがあるところに火をつけてあげることしかできないので。原田の活動のテーマがちっちゃな革命。今ビジネスを通じて世の中を変えようと挑戦する人たちがいる。彼らが世の中にもたらそうとするのは変革であり革命。原田はそんな辺境から自分たちの力で社会を変えようと挑戦するちっちゃな革命家たちを支援している。彼らの挑戦にマーケティングという具体的な武器を手渡し、停滞した今の常識をひっくり返し、新しい常識に塗り替えていく。このちっちゃな革命というムーブメントが次なる時代を作っていく。これが原田が描いているビジョンだ。その火付け役になるべく、自らをビジネステロリストと名付けた。原田の犯行声明やメッセージは至ってシンプル。大切なものはいつも足元にある。革命を起こせるのはバカ者、よそ者、若者だけですから。人々は彼らを変人と呼ぶが、これまでも時代を動かしてきたのはいつだってそんなバカ者、若者、よそ者だ。大人になる過程で多くの人が失ってしまう自分らしさを取り戻せば、誰もが自分という物語の主人公として活躍できる。原田はそんな自分らしく生きようと挑戦するちっちゃな革命家たちのために、ある時は自らがスピーカーとして人々の矢面に立って、また時にはコンサルタントとして、あるいはプロデューサーとして黒子から、必要な場面に応じて七変化に自らの役割を変え、さまざまな角度から導いている。ネット業界にいながら最も現実社会とネットの距離を埋めてきた男。世界を拡張し融合させる力、クリエイターとしての感性とマーケターとしての論理性、対極にある2つの才能を飼いならし使いこなす男。プレイヤーとしてもプロデューサーとしても活躍し、数々のプロジェクトを成功に導く若手ナンバーワンと称されるコンサルタントの仕事現場に密着。原田のホームグラウンド、東京吉祥寺。これがどこへ向かったんですか？
本屋、まあ、3時間ぐらいブラブラしてるとなんとなくその瞬間、半年なら半年のその時代性みたいなのが分かる。これがマーケターとしての習慣。原田翔太28歳、この若さで驚くほどの実績を持つ。で、僕は実際に自分自身をプロデュースしてきたし、他人をプロデュースしてきたし、企業もプロデュースしてきた。本から音楽からビジネスから講演から教材からシステム開発もそうだし、ジュエリー、ファッション、アパレル、本当にいろんな業界のコンサルティングもやってきました。しかしそのきっかけはちっちゃな個人での活動だった。19歳、早稲田大学在学中に英語翻訳家として起業した後、インターネットを活用したビジネスを手掛ける。たった一人自宅で4畳半の部屋からのスタート。ウェブデザイン、システム、マーケティングまでワンストップでこなしたことでマルチスキルが磨かれた。22歳で1億円を稼ぎ、業界に名を知らしめる。その後、現在国内トップクラスのシェアを誇る検索エンジンマーケティング会社を創業。そしてコンサルタントとしての活動を開始。活躍の幅を広げてきた。これまでのクライアントへの売上貢献は累計1000億円を超える。さらに著者としての執筆活動も行う。過去4冊の本を出版。テレビをはじめとするマスメディアにも多数出演するなど、作家、タレントとしても活動する。ついにはミュージシャンとして CD デビューも決まった。マルチな活動を経て築き上げた独自のマーケティングメソッドを武器に、原田は異なる業界を自由自在に渡り歩き、表現活動の世界を広げてきた。人生は全部自分のものだ。原田が現在主に取り組んでいる活動がある。2010年よりパートナーの和佐大輔と立ち上げた創造的破壊プロジェクト。自分らしさを強みにしたビジネスを構築し、停滞した業界に革命を起こすための創造的破壊メソッドを伝えている。インターネットから始まったこのプロジェクト、現在累計5万人を巻き込み、さらに勢いを増している。この活動を通じて次の自身の創造的破壊を模索した結果、全く新しい革命の出版社、イデアパブリッシングが誕生した。2012年6月、出版業界に創造的破壊を起こすべく彼らが動き出した。僕らが天下取るって展開をやりたいなと思って、イデアパブリッシングとしての初めての活動は、出版界のカリスマ編集者である代表長倉健太によるベストセラー作家養成セミナー。全国から著者の卵たちが集まった。勢力図変えようと思ってですよ、自分たちの仲間だけで。それができたら死んでもいい。その僕らの考え方に賛同してくれる人が一人でもいれば、ぜひ一緒に戦いましょうというところを言いたいですね。今日はありがとうございました。最大のインパクトを持って表舞台に登場したイデアパブリッシング。もちろんこのセミナーも数千万円を動かした。このセミナーの仕掛け人がこの男、原田翔太である。どうやってこのセミナーが生まれたのか、それは約2週間前に遡る。お互い多忙なスケジュールの合間を縫い、何度も打ち合わせを重ね、長倉のブランディングやプロモーション、マーケティング戦略について練り込んでいった。残るは最後の大仕事、プロフィール写真用のポートレート撮影だ。プロデューサー原田が得意とするのはコアの言語化と視覚化。人やビジネスのコアを見つけ、それを言葉とビジュアルで表現する。2つの要素が一体化して相手に届いた時、共感が生まれビジネスが動く。原田はこれを心を伝えるマーケティングと語る。心を伝えるマーケティングっていうのはやっぱり本物ですよ。これ本当にいいんだと思っている人が誰かに伝えて、その人につながっていく作業がマーケティングだから、この架け橋であり橋渡しをしていくっていう。コアを軸にコンテンツを作り、360度あらゆる方向に発信する。これが原田独自のマーケティングメソッド、360度マーケティングである。原田自身がそれを体現するがゆえ、一言では表現できないキャラクターとして認知されているのだ。この段階で概要や長倉のコアの言語化はほとんど完成していた。あとはどうビジュアルで打ち出すかという視覚化の作業だ。だから
名前さんっていうシャープでクールでロックでソリッドな感覚っていうのを、うん、まあフォーマルな中に閉じ込めたいなっていう、はい、原田のプランをフォトグラファーと共有し、長倉の引き出したい部分や表情をすり合わせる。いよいよ撮影が始まる。前に出るプロデューサーみたいになった方がいいんじゃないかって言われて、今回は原田さんにプロデュースしてもらって、まあ自分のことは他人に任せようと思って全部。長倉のキャラクターと世界観をビジュアルに閉じ込める非常に繊細な作業だ。危険かつね、スーツ着た、暴れん坊って言探していたイメージに近づいてきた。さらに細かく詰めていく。向かい合ってその人の本質を見抜いてる感じの雰囲気です。原田の中にも最終的なビジュアルイメージが浮かんできたようだ。いい感じ。いや、まあやっぱロックっぽさがねポイントなんで、ただ社会の中に溶け込ませつつ牙は失わないっていう、そのバランスを今探してるところですよね。なるほど。良さはやっぱり殺しちゃいけないんで、長倉さんのコアのロックっていうのをいかに生かしつつまとめ上げるかっていうところですよね。後半戦、現場の集中力はさらに研ぎ澄まされていた。もうちょっと目線を、素敵ですよね。そうこういう感じ、こういう感じ。なんか捨てた方が登場。そう顔ももうちょっとこっちに。いいですね。じゃあ、ダメさん、最後に著者を相手にして、こいつを俺が大スターにしてやると思って、目の前に人がいると思って、未来を見据えてて、かつちょっとロックさがあって、でもね、なんか尖りすぎてなくていい、うん、顎引いてて顔のフェイスラインがやっぱシャープだから。3時間に及ぶ撮影で収穫した強烈な長倉の世界観を閉じ込めたビジュアルイメージ、これらは長倉やイデアパブリッシングのプロモーションに使われる貴重な財産となった。ただ単にセミナーを開くことはしない。付随するクリエイティブに一切妥協を許さない。それが原田の職人魂だ。そのものづくりへの魂こそ他のコンサルタントやプロデューサーと差を生む原田の強みでありオリジナリティだ。自分の中の原点みたいなものにを感じながら生きてほしいなと思ってます。自分の中の原点、まあこれは自分史って言ってますけども、過去にフィードバックして自分がなぜこれをやってたの、なんでこういうことになったのか、自分の価値観って何なんだろうっていうのを一個一個手探りで点と点と点と点を全部線でつないだんですよね。一個一個の点を自分の中でしっかり解釈したんです。かつて抱いていた自分への違和感からそう思うようになった。どれを取っても自分らしくないなって思ったんですよ。マーケティングコンサルタントの原田さんですって言われても、どうもマーケティングコンサルタントの原田です、自信を持って言えなかった。ちょっと違うんだよな。自分の活動している内容を一言で言える凝縮した言葉っていうのをずっと探してたんですよ。そしてその言葉をに集うわけですよね、クライアントの方も。みんながこう目指せるゴールみたいなのとして、ちっちゃな革命っていうのがある時出てきたんです。ちっちゃな革命宣言ということでお話をしていきたいと思います。ちっちゃな革命っていうのは僕の中では創造的破壊っていう言葉の言い直しなんです。言い直しであり再解釈なんですね。2011年12月、創造的破壊サミットで大々的に発表。一体どのようにしてその言葉が生まれたのか。新章のレベルがある出版社があるんですけど、まあ、結局立ち消えちゃったんですけど、本を作ろうっていう話になってて、何回か打ち合わせっていうかね、意見交換をしてたんですよ、お茶を飲みながら。その時にちっちゃな革命って僕は言ったらしいんですよね。その言葉を彼は見逃さなくて、原田さん、それ
ちっちゃな革命いいねって、それ一つテーマだと思うから煮詰めてみましょうよって言われたんです。自分の中で全部が降りてきて、あ、ちっちゃな革命なんだっていうのがすごく自分の中で咀嚼できたんです。腑に落ちたんですよね。原田の原動力は自分の中にあった新たなシンボルの発見だった。長倉セミナーから1週間休む間もなくセミナーラッシュが続く。価値ってなんだって、ノートに書いてください。価値ってなんだって、世の中に違いを生み出した人が価値を、ね、提供するんです。皆さんが儲けようと思ったら価値を作らなければいけない、つまり世の中に差を生まなきゃいけないってことなんです。僕は効率だけ考えれば外注に振り切った方が楽なんだけど、自分でやってみたいっていうのはそこを自分の範囲に収めたいからやってきたんです。これまで28まで俺は修行だと思ってた。だからひたすらインプットしよう、効率はいいやと、効率を非効率なことをして自分だけしかできない絶対利益を作ろうと思ってやってきたんです。原田がどのセミナーでも伝えていること、ね、今まで自分がやってきたこと、自分の足元にあるもの、今皆さんが仮にちっちゃい革命っていうのを起こすんだとしたら何ができるんだろうってことを、外側じゃなくて自分の中にもうある自分の中の原石みたいなものを見るっていうところから見つけてほしいなって思うわけです。大切なものはいつも足元にある。革命の種はすでに自分の中にある。ちっちゃな革命という言葉を見つけてから原田自身生き方が変わった。彼は今自らをビジネステロリストと呼ぶ。なぜならここにいる全員がちっちゃな革命を担う革命家の卵なのだから。一人の人生に変革を起こす、そしてその人が誰かの人生に変革を起こす、それが原田の言うビジネステロリスト活動だ。はい、ということで、いや、テイク3昨日の夜見てたんですけど、はい、うん、結構いい感じだと思います。セミナーラッシュの直前、準備に忙しい日を過ごしつつも通常のコンサルティング業務もこなしていた。しかし人前での活躍の裏側で原田は人知れずスランプに陥っていた。今何やってるかっていうと、まあこれを売るためのコピーとか切り口を考えてるんですけど、ここのラインまでいけるだろうなってプランがあるんです、自分の中では。ただここじゃつまらないから、ここに行かなきゃいけない、そこのために僕がいるんで、まあここのプラスアルファの上積みですよね、これをどうやったら作れるかなっていうところに苦心してる感じです。当初の締め切りはもう過ぎていた。クライアントも原田も妥協を許さなかったため猶予をもらったものの、この日が最終日。数時間後には提出しなくてはいけない。拉致が開かずオフィスを飛び出し向かった先は吉祥寺井の頭公園。もう子供の頃からこの公園ですよ、やっぱり三鷹、僕三鷹ですから、三鷹、武蔵境、吉祥寺、まあ西東京の人間みんな井の頭公園大好きですよね、うん、心の故郷なんで。原田の原点は幼少時代にまで遡るという。引っ込みじゃんで、内気で友達もいなかったし、話べただしも最悪だったんですよ、音痴だし。そこを小学生高学年ぐらいから自分は一個一個努力で超えていったんですよ、っていう自分自身のちっちゃな革命に端が発してるんだと思うんですね。だから僕の中でずっと鳴ってる言葉っていうのは、努力は人を裏切らない、だから自分自身で頑張った人には必ず結果がついてくるっていうことを伝えたいのだろうなって思います。自己表現っていう意味ではね、自分自身がそのプロセスをずっと繰り返してきて全部克服してきてるから、僕は音痴だったんですよ。小学生の頃に、音楽会があって母親が見に来て、まあ、父親と来てて、あれ人
それだけ外れてる子いるわ、うちの翔ちゃんじゃないっていうところですよね。親父ミュージシャンだったのに大音痴、親大ブチ切れですよだからそれも、まあ、発音矯正、自分でテープレコーダーで録音しながら自分の発音って、あ、なんかここが違うんだなとかで、まあ、それは結局超音点ですよ、口の中でどこで音を鳴らすかっていうところで発音って決まるんですけども、で気づいたんですよ、それ専門用語は知らなかったけど、一個一個やって直して撮って喋って撮って吹き込んで、その結果、まあ、大して歌うまくないですけどバンドのボーカルになったりとか、全部そうやって一個一個潰していってるんですよね。だから最終構成でいうと、ちっちゃな革命っていうのは自分の中にあると思うんです、その人の中にあると思うんです。逆に言うと、その人自身の中の革命がなければ、全体社会に持ち出せる革命もないと思う。公園に来て1時間。よし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 。戻りますね。戻りますよ。戻ってやりますよ。戻ってやりますよ。来た、いきますよ。これでフィニッシュできると思います。じゃあ、もうあとはプリズンするだけ。今またあります。己を限界まで追い込み、新たな道筋を見出す。妥協を許さぬ姿勢こそ、自己を成長させる地道にして最速の方法。日々のちっちゃな革命の繰り返しが、自分の価値を高めるのかもしれない。原田のテロリスト活動は止まることなく展開する。イディアパブリッシングって出版社を作ったんですよ。出版社、社長は長倉健太っていうところなんですね。日本一ロックなスーパー編集者、10年間で累計1000万部、情報商材で100億円稼いだ男ですよね。単一言語の国家でそんだけの部数出しちゃった人は、多分日本で一番、これは間違いないです。もしかしたら世界で一番の編集者かもしれない。ダイレクトマーケティングとマスマーケティングだよね。これを握手しただけで世界一になったわけですから。で、僕はインターネットのマーケターですよね。で、ダイレクトレスポンスマーケティングを使いつつも、多分この業界の中で一番マス寄りの活動してきた人間なんです。テレビ出たりね、極めてネット寄りのオフラインの人、極めてマス寄りのオンラインの人、そしてオンラインに完結しきった和佐大輔っていう、この異物3種類の掛け算と握手なんですよ。いやー、こんにちはって、で、誰も守りができないからね、攻めることしかできないっていう、そういう布陣なんですけど、まあ、出版っていう古くて寝ぼけた業界があるわけですよ。出版社どんどん潰れてるんだけども、まあ、その古くて寝ぼけて衰退しかけてる業界に一回パンチをぶち込んでやろうぜっていうことを、これからやっていこうと思ってます。7月14日、フランス革命が起きたこの日、イデアパブリッシングもまた革命の旗を掲げた。真夏のセミナーラッシュ、ラストを飾るこのセミナー、それは新たな戦いの始まりでもあった。3日間かけ、自分たちのコンテンツビジネスの全てを語り尽くした3人。それを受け取った参加者の中から、次世代のカリスマやコンテンツスターたちが現れる。そんな期待をせずにはいられないというセミナーだったことは確かな事実だ。原田のちっちゃな革命は終わらない。ここにコアがあります。コアっていうのは皆さんがもうすでに持ってる。イデアパブリッシング立ち上げ1ヶ月後、原田はまた演台に立っていた。今度は1000名規模のメガ講演会だ。持ってない人はいません。生きてきてる以上、何らかの皆さんらしさっていうものの中核がどっかにある。僕らのイマジネーション、
今皆さんが持ってる変なイマジネーションが次の未来に出現しますからね。そういう時代なんですよ。それしていい時代なんですよ、転換期だから。この講演で語った自らの言葉を証明するかのように、原田はこの2ヶ月後、日本の大手レコード会社ビクターエンターテイメントから異例のメジャーデビューを勝ち取ることになった。原田にとってこれは10年ぶりの音楽への挑戦。一度はギターを置いたロック青年がビジネスの現場を経て再び音楽を舞台に挑戦をする、完全なる門外観からのメジャーデビュー。普通ならありえない話だが、これこそが彼の言う異世界と握手するということなのだ。他にも原田が現在取り組んでいるプロジェクトは無数にある。その一部にしか過ぎないが、ざっとこんな感じだ。副業だけ狙うとやっぱそんな売れないからね。ベストセラーを目指す新人著者の卵たちに、数々のヒットを手掛けてきたプロデューサーであるカリスマ編集者長倉と、原田が直接指導を行う短期集中密着型の出版塾だ。何やってんだよ、ちゃんと歩けよお前。実家の借金2億円をアフィリエイトで返済する若者をモバイルコンサルタントとしてプロデュースするプロジェクト。彼は地元月島に世界一のもんじゃ屋を作りたいのだという。 YouTube で見つけた圧倒的歌唱力を持つボーカリスト美底正則、音楽の道を志すも現在はサラリーマンであると知った原田は、美底の歌唱技術を伝えるプロジェクトを開始した。彼との夢は日本の音楽シーンに風穴を開ける次世代のロックボーカリストを生み出すこと。20カ国語を操り絶対語感を持つ希代の天才言語学者をカナダから日本に逆輸入プロデュース。かたくなにメディア露出を拒んでいた17歳で1億円を稼ぎ出した車椅子の少年のマスメディア進出のプロデュース。そして2013年をもって活動を休止すると宣言した創造的破壊プロジェクトも合宿セミナーを多数開催、さらに勢いを増している。彼の信念はこうだ。関わる人たちの人生を変える。彼らが他の人たちに彼らの持っている良きこと良きものを伝え、彼らに関わる人たちの人生に良い影響を及ぼす。つまり誰かが誰かの人生を変える、その連鎖を生んでいくんだと。原田をよく知る人物フォトグラファー宇宙氏は彼の魅力をこう語る。仏みたいなところですかね。誰分け隔てなく深い愛情で常に 100% とかもう体当たりでその人に接していかれる姿がすごい輝いてる。フォトグラファーとして原田の何を切り取ろうとしていますか？そうですね、やっぱ輝きとかきらめきが半端じゃないので、ハートから出てる光、閃光みたいな、そのきらめきをいつも写真にこう具現化できたらいい。抽象的にこうあった時に感じるこう非言語の部分のその輝きをいかにこう写真に誰が見てもその輝きが分かるできるかっていうのを意識して。長倉のポートレート撮影を終えた後、原田のプロフェッショナリズムを聞くことができた。いや、 やっぱね、止まれないサメなんですよ、僕は。動いてて、誰かと繋がってないとダメ。かといって、群れんのも苦手だから、自分は自分なんだけど、他人と握手だよね、握手をするっていう感覚。お互いはお互いで独立した、まあ、クリエイターであり、表現したい世界観が持ってる上で、ガッチャンコするっていう、そういう融合ですよね。それができると、妥協がないっていうか、譲らない一線のお互い持ち寄って高い次元で何かを作り出せる、そういう想像ですよね。ビジネスもそうだし、本当に今日みたいな写真もそうだし、映画もそうだし、音楽もそうだし、もちろん出版もそうだし、コンテンツってものはそうだし、妥協の産物でね、作ったツールでマーケティングなんかできないですから、そこはね、一流の意識でありたいですね。若いからこそ。原田は叫ぶ。自分らしく生きる人たち、
誇り高く自分の生き様を示している人たちがもっと活躍すべきだ、そういう世の中であるべきだと。その土台を作るのが原田の挑戦、ちっちゃな革命だ。これから先、世の中にムーブメントを起こす若き革命家たち、スターたちの後ろにはきっと原田の存在があるに違いない。心を伝える、自身が提唱するマーケティングを自身が身をもって示すかのように、今日も原田はあなたのために叫び続けている。なりたいものになれるのはなろうとしたものだけだと。